どうも、引っ越し当日羽毛布団が届かなくてコートで寝たセイラでございます。ってことでですね、今回も動画撮っていこうというふうに思うんですけど、本当ね、もうびっくりしましたよ。布団が届かなくて、マットレスだけ届いて、もう仕方ねえなと思って、枕と掛け布団がね、届かなかったので、そのマットレスの上にね、自分のユニクロのダウンコートをかけて寝たんですけど、寒くて何回も来たっていうね、風邪ひかなくてよかったなっていう感じなんですけど、まあそういったね、僕のちょっとおちょこちょいなエピソードは置いておいてですね、今回は周りに人が集まる原理原則ということで話していこうかなというふうに思います。で、僕は普段から結構いろんなね、方と会う中で、なんかこう周りに人が集まったりとか慕われている人は絶対にこれ持ってるなっていうのをね、最近気づいたことがあって、でそれをね、さらにこう言語化させてくれるようなエピソードっていうのがあったので、そちらをね紹介していきたいなというふうに思うんですけど、まあ、僕今っていうか今日からですね、コーヒー屋で修行を開始したんですよ。まあ、大阪に正式に引っ越してきて、でも2日目にしてね、朝の6時半からコーヒー屋さんでね、修行を開始したわけなんですけど、まあ、セイラーズトーク見てくれてる方だったら、あそこかっていう風になると思うんですけど、まあ、コーヒー屋で修行を開始させていただいたんですね。で、その中で、そのコーヒーっていうものは、総理解なんだよっていうことを、解説してくれたんですよ。まあ、僕今日、コーヒー豆のピッキングですね。まあ、悪い豆とか、いい豆とかっていうのを分けていくっていう作業をさせていただいたんですけど、その中でコーヒーっていうのはな、総理解ないでっていう話をしてもらったんですね。で、コーヒー、総理解って何なのかっていうことですけど、まあ、コーヒーの特徴であったりとか、コーヒーの良さであったりとか、例えばこのコーヒーは苦味が強いよとか、このコーヒーっていうものは、酸っぱいんだよとか、酸味が強いんだよとか、なんかいろんなコーヒーによって、まあその特徴っていうのがあるじゃないですか。で、そういった特徴っていうものをしっかりと知っているからこそ、その豆の良さを引き出すことができるし、そしてコーヒーを入れるときに、例えばお客さんが苦いのが苦手な人なんだったら、苦くしないようにコーヒーを入れてあげたりとか、苦くない豆をチョイスしてあげたりだとか、例えば、その人が熱い何かとね、一緒にコーヒーを飲むのであれば、ちょっと、まあ、温度のね、低めのコーヒー入れてあげるとかっていう風に、すべてにおいて理解っていうものが大事なんだよって。相手のことを理解するから、豆のことを理解するから、相手に本当にいいサービスを提供できるし、本当に美味しいコーヒーっていうのを提供できるっていう話を、していただいたんですね。そういう風に、まあ、コーヒーっていうのは常に相互理解であると。そしてこれは、人間関係でもすべてにおいて同じだよっていうことをしてもらったんですよ。そういった話をしていただいたんですね。どういうことかっていうと、僕たちって基本的に人と接する中で、この人のいいところってここだなとかっていうところって見えてくると思うんですね。で、そういうのを見えてきた時に、そこを引き出してあげれるってなってくると、すごくその人のに、まあ魅力を感じるわけですよ。みんながそこに行きたいと思うわけですね。だって、自分の魅力を引き出してくれるんですよ。自分の良さを分かってくれてる人が、自分の良さが引き立つように自分に話を振ってくれたりだとか、自分のことを扱ってくれたりすると、やっぱその人に対しての信頼って厚くなるじゃないですか。で、その人のことをより自分もいいように見るし、いいところを探そうとすると思うんですね。で、こういう風に人のいいところを引き立たせることができる人っていうのは、すごい周りから慕われていくなっていう風に思うんですね。で、これを典型的な例としてやっているのが明石家さんまさんだなっていう風に思うんですよ。まあ司会者の方々みんなそうだと思うんですけど、バラエティやってる人たち、バラエティの司会やってる人たちって、それぞれのタレントさんのいいところをちゃんと理解してるんですね。で、いいところを理解してきて、このタイミングだったらこいつだなとか、このタイミングだったらこいつに振った方がいいなとかっていう風に、常にいろんな人の良さっていうものを理解しようとしてるわけですね。で、理解してるからこそ、このタイミングはこいつだって任せることができるわけですよ。で、そこで、まあ、芸人さんなり、タレントさんなりが、何かコメントをして、ブワーって会場が爆笑すると。で、そうやって言い流れを作っていけるわけですね。すると、やっぱりそこに対して人気が集まってくるし、信頼っていうのが集まってくるわけなんですよ。で、まあね、さすがにそうやっていろんな人の良さを理解して、それを引き立たしていくよっていうのは、かなり初めはハードルが高いと思うんですけど、でも、まず相手の良さを理解するっていうところからぐらいだったらスタートできるなっていうふうに思うんですよね。だから日々生きている中で、この人の良さって何だろうとか、この人の良さを一言で表すと何だろうとか、そういったことっていうのは自分の中で表せると思うんですね。だからそれはもうコーヒーとかも同じなんですよ。この豆はこの苦味がいいとか、この酸っぱさがいいんだとかっていう、ある程度の特徴を知ってるだけでも、かなり違ってくるんですね。コーヒーの入れ方とかも違ってくるんですよ。僕もそんなにね、コーヒーのね、入れ方とか、偉そうに語れるほどわかんないけど、でも、それぞれの豆にやっぱり特徴ってあるんですね。エチオピアは酸っぱめとか、ね、グアテマラはバランスいいとか、なんかそういう風な特徴っていうのは必ずあるんですよね。で、そういう風に、その特徴っていうのを理解してるからこそ、その理解してる味に近づけようとコーヒーを入れることができるし、料理とかも同じなんですよね。味をしっかりと知っていて、この味噌の良さはこれとか、
この油の良さはこことか、このお肉はこういう風に焼いた方が美味しくなるとかで理解してる方が絶対美味しい料理できるじゃないですか。でこういう風にその対象のいいところっていうものをしっかりと理解しているからこそいいものが生み出せるっていうことなんですね。よくテレビとかでなんか変な魚とか釣ってきて、それをねなんとか料理してくださいみたいな感じでその料理師のところに持ってったらめちゃくちゃ美味しい料理が出来上がったとかっていうような番組ってあったりするじゃないですか。でそういう風に理解していたらその良さを引き出すことっていうのはできるんですね。なので自分の周りにいる人たちとかそういった人たちの良さをどん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 理解していく。で理解してるからこそそれを引き出せるようになってくるし、それを引き出すからこそお互いの信頼関係っていうのが築かれていくっていうことが起こってくるので、するとどん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 ね周りに人が集まってくる、自分に魅力を感じて人が集まってくれるようになるんですね。そして自分も人のいいところを見ようとしてるから、メンタリングとしても良くなっていくっていうことでお互いがウィンウィンとなっていくわけですよね。なので僕はねこれからどん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 まあ相手の良さを理解する。この人のいいところってなんだろう、この人は引き立ってるんだったらどういう風な、ポジションがいいんだろうとかっていう風に考えていこうという風に思ったので、まあ、ぜひね皆さんにもそういう風にね人の良さを知るっていうこと、理解しようとするっていうことを実践していただけたらなという風に思いました。ということでですね、まあこんな感じで、まあ日々の出来事とかもねどん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 配信していこうかなという風に思ってるんですけど、そういう風にやっぱ日々何かを理解、日々何かを学べるとか、日々自分の生活の中であこれやっていこうって思えるってすごく素晴らしいことで、まあ自分の方で言ってるわけではないですけど、まあ結構ね僕のメールコミュニティの方にもこういう風な気づきがあって、こういう風に考えてこういう風な学びがあったんですよみたいなことをどん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 報告してくれてる方とかも何人もいるんですけど、そういう風にね日々の中から何かを学んでいくっていう姿勢ってすごい大事なんですね。だってそのストーリーがあるだけで人って忘れないじゃないですか。あの時こういう風なことを学んだから次からこういう風にしようって学べますよね。でこういう風に日々の中から学びを得られるっていうのはすごく大事で、そのためにどういう風な視点を持っていけばいいのかとか、そういったこともねどん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 僕はね僕のメールコミュニティの方で解説していってるんですね。なのでまあそういったね学び方、日々生きてるだけでどん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 成長していけるような学び方って何なんだろうとか、でもうもちろんね人間関係でこういう風にコミュニケーション取った方がうまくいくよとか、こういう風にしてたら人から愛されたりとか慕われたりしていくよとかっていう特徴をね一つずつ解説しているようなプレゼントとかもお配りさせていただいているので、まあぜひね概要欄からコミュニティ参加していただけたらなというふうに思います。でまあこんな感じで、ね、動画もアップしていますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。